はい、えー、すいませんね。最近ちょっと、まあ、あの、チャンネル登録してくださった方とかね、これ興味ない話かもしれない。で、まあ、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ、その、えー、元からね、あの、昔から僕のチャンネルを見てくださってる方にはね、ちょっと香ばしいネタなんでね、あの、紹介していただきます。まあ、あの、ちょっと興奮の書くネタだけ見たいって人はね、まあ、ちょっとスキップしていただいても大丈夫なんですがね。はい、あの、竹の内ですね、竹の社長がね、まあ、ちょっと、ね、1月にね、まあ、ああえて、ガーシーさんに色々暴露されて、そこから大、大炎上して、で、まあ、令和のトラクビーになって、 でまあ、借金いやじゃあ借金まみれで反社から金借りててで270億稼いだってあの手に立ってるも嘘だったっていうことがね、まあ、明らかになったわけなんだけどその竹の内がですね、まあ、2ヶ月ぐらい経ったのかな、まあ、2ヶ月ぐらい経った、まあ、今ねちょっと覗いてみたらねもう大変な惨状になってたっていうことがね明らかになってもうと,とてもとてもとても惨めな、えー、状態になっていたっていうね、えー、それをねちょっとこれから見せていきますね。<laughs> はいまずね最初これねあのなんかねこれ何で見ようかと思ったかというとなんかね誰かとの会話でそのなんか元のツイートが見えねえなって思ってそれで調べたらそれが竹野社長で調べたら僕ブロックされてたのよね <laughs> うわー <laughs> と思ってそうまあなんだろう <laughs>、まあ、心弱えなって感じなんだけどなんかあんだけ言い切ってたくせになんかこうやっていろいろ疲れるとなんかすぐブロックすんのかっていうまあダッセーなって感じなんだけどまあブロックされてましたってとこはちょっと気になってね竹内の最近の はい。竹むじのね、最近の動きをね、それで追ってみたわけさ。そしたらまあこんなことやってるね。3月22日、虎の神の撮影、えー、志願者5人が決定いたしました。新宿にて撮影を行います。1万5千円にて、8名様限定で観覧可能です。観覧可能ですと。と <laughs> いうことで。まあ、要するに、えー、撮影を見るやつから金を取るというわけですね。<laughs> 1万5千円。 いや、小じきすぎでしょ。1万5千円で8名でしょ。うん。こんな小銭もないのかいっていう話で、まあ。借金まみれみたいなね。まあ、ことも言ってたけど。いや、濃すぎるでしょ。いや、なんだいや、別にね。まあ、違法性はないんだけど、別に違法でも何でもないんだけどさ。 ななんかケチすぎないっていうかコツすぎないいやもうなんかなんだろう,うーこういうなんか信者から集金にする感じを見てるとさすごいさ往年のまこなりねもうオワコンになる前のまこなりみたいな動きをしてるからさ、まあ、まこなりのそのなんか会うだけで85万円の権利を売ったりとかねしたらまあそんな感じののと同じムーブをし始めてるからさいやもうついにここまで来てしまったかとあんだけ言ってたのにね。 もうなんか天才経営者みたいなブランディングしてたのにさもうそれ何の慣れの果てがこれかみたいな感じでねはいであとこれかええ込みえたんだけどええ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 いええええええ なギャンブルするだだから、まあ、ズーみたいな感じの安いところにいたんでしょうね。あれだけ一応、一応、あそこまでね、YouTube ではそれなりに名を馳せた竹之内がね、あの、<laughs> クソ安いしょぼい、まあ、あの、そうでね、あの、マージャンするというね。まあ、でね、まあ、これについて言いたいことが、まあ、あるのは、やっぱそのね、これツイートもしたけどさ、あのね、運気が下がってるときにね、マージャンやっちゃダメだよ。いや、僕もね、その、元嫁と、その、離婚、あの <laughs>、 まあ元嫁と結婚してからね、すごい運気が下がって、その元嫁とね、結婚してるとき、まあもう、まあ、とにかく生活がめちゃくちゃだったけどね。で、結婚して、それで、まあ離婚してね、で、まあ息子をしね、あの、持っていかれちゃってね。で、もうずっとプライベートめっちゃへこんでたよ。その時友達とマージャンやってるときで、ずっとめちゃくちゃ負けてた。大学生のときとかはね、割と勝つことも多かったんだけど、その <laughs>、元嫁と結婚してからね、すごい運気が落ちちゃってさ。 全く勝てな,くなっ,ちゃってよね、まあ、最近ま,あまた、あのー、まあ復活して,るしてきたけどね。うん。マジで元嫁とまあ付き合ってる時と、まあ結婚してる時と、その離婚相談やってる時はマジで運気が悪くて、もう何やっても振り込んじゃう何やっても勝てないみたいな感じだったから。うん。まあ、だからこういうね、人生の運気が落ちてる時に麻雀やると負けるよってのは、これはね、あの経験者としての言葉でね。まあ今はね、あんまりギャンブルとかに金突っ込むとね、麻雀だけじゃなくてうん、なんかパチンコとかスロットとかね、競馬とかやらない方がいいと思う。こういうのってね、結構まあ、お金っ

はい、あとねいろいろ出てきて調べたらはいこんな感じでねえー、この、えー、3月25金賞270億の男竹野社長講演会成功したければならない。<laughs> いや、お前失敗しとるやん。お前ゴリゴリ失敗しとるやん。しかも270億嘘じゃん。また嘘広告やってんじゃん。これ、マコナリと一緒だよ、やってんの。マコナリのさ、なんかね、テックキャンプのなんかその満足度が99%とか言ってね、なんかもう、有料5人表示のあれやってた。あれと同じじゃん。本気で成長したい方だけお越しくださいとか言っても。<laughs> もう、この、 とんでもないマコナリ衆、やばくないえ、竹っ内さ、あのー、お前マコナリのこと批判してんだよね。2年前マコナリが炎上した時にさ、ね、炎上した時にあんだけマコナリのことこき下ろしたのにさ、<laughs> 何自分今さ、こうやってさ、おわこになったらマコナリと全く同じことやっ,てやってんだ、ダサすぎー。はい。 であとねまあ、こんな感じでこの運営者の人のツイートで「<laughs> ライズアップでダイエットに成功する理由は価格が高いためお客様が元を取ろうと頑張るからです」そのため3月25日の金賞で実質武竹社長の講演会も高額に徹底します。も,うもちろん中にも実にいない内容です。いやだからさこれも あの、85万円のさ、合う権利を売ってさ、あのー、炎上したのとかさ、あとテックキャップがね、高い高い値段取ってさ、もう他のプログラミングスクールとかと比べ物にならないぐらい高い値段取ってさ、それ高額とかが効くんですみたいな、えー、ことを言ったけど、結局だからそのね、中身がもうゴミだったから、あえて炎上して、もう社長組になったんでしょま、こなり。いや、なんでさ、2年前にさ、炎上してもさ、それもう、一応、竹内さ、あなた、 さあそれ動画で批判してたじゃん自分で,でもそれをなんでさあ今同じことやってんの学習能力ないのえしかもさこの <laughs> なんだもうこうやってさあ大失敗してさ借金まみれ反社から借りてる金,金借りてるさあ人間のさあ、あのー、成功したい講座とか誰が聞きたいねん誰が聞きたいねん誰も聞きたくないねんまあそんな感じでえー、まあまあ来ないと同じことね竹内がやっちゃってるって話ですね はい。まあ、という感じでね。まあ、本当に、一時期はね、なんかのね、あの、トラベルとか、令和のトラチャンネルとかでね、まあ、あの、まあ、有名人だったよね、レペゼントとかともコラボして、ここまで落ちぶれてしまったとか、という話でね、うーん、なんだろう、まあ、本当に、なんつうか、人間って失敗するとこんな感じで、まあ、小時になるんだな、というのと、うーん、まあ、なんだろう、これだけ批判してた、まコナリと全く同じことをやってしまってね、この人間の末路、この終わってしまった、YouTuber の末路というかね、う っていうのがここまで惨めなものかとね。まあいう話ですね。まあそんな感じで。まあ竹之内社長あれからね。えー、まあ。 えー、いろいろガーシーさんに暴露されて大炎上して、あのー、完全にインフルエンサー生命が叩いてから今こんな耳っちいことやってますというご報告でしたうんまあねとりあえず僕のこともブロックしてるみたいなんでまああのまあなんだろうねまあチキンだなと思いながらまあとりあえず、まあ、僕はあの竹野の内のことは嫌いなので、はいあのー、こうやってまたなんかやらかしを見つけたらね、えーまあ、まだ僕謝罪もらってないんであの林社長の動画の件あの謝罪もらってないんで許しませんので、はい、あのどれだけ和光になるかね あのまあ、あの追求していきますんで、はい、あの僕はもう竹内嫌いですんで、はい、あの徹底的にやります。はい、ということで竹内社長の最近の,あの惨めな生活ぶりということで動画、えー、にしました。はいまあ、すみません、興味ない方いたかもしれないのでごめんなさい。あなんですが、えー、ちょっと一応、ね、これは僕のチャンネル昔から見てる人にはね、そのマコなり社長というね僕がもう散々こき下ろしまくって、ねあのーまあ、ぶっ壊した YouTuber と同じことをしてるってことで、ね、これは興味深い事例なんで取り上げました。はいまあね、ああ悪人はねこうやって滅びるべきです ですねはい、もう、まあ、こうやって劉邦、まあ、と同じようにね、あのー、悪いことをやってた竹の内は、えー、もうぶっ壊れてほしいと思います以上です。